はい、インディーズバンドルームさんのリーダーポーとボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。そういうことで、はいはい、僕たちはですね、バンド活動について語ったり好きなアーティストについて語っておりますので、よければチャンネル登録もかまぐりやけどよろしくお願いいたします。ということで、はいはい、この動画はですね、まあまあ緩い動画にしますもんね、はい、もう緩いです。この前ね、また言いますけど、田原俊彦さんのね、コンサートに行って、で、視聴者の方がですね、はいはい、まあ、生の我々を、見た人も結構おられる。まあまあまあ、そうですね。はい、で、そこでですね、この人が、まあ、僕ちょっと外で待ってた時に、この人、トイレ行ってたんです。ああ、そうです。トイレ行って外で待ってたんで、そこに、まあ、来ていただいたご視聴者の方でですね、はい、ランさん、生で見たらすごい綺麗な方ですねって、めちゃくちゃ綺麗な方ですね、周りの友達も言ってましたよって言われて、もうね、コメントのしようがありません。まあちょっと俺言うとこうかな。いやいや、まあまあ本当にね、ありがとうございます。もうね、ほとんど言われることがないんですよ、そういうワードはね。ないよね。ないです、ないです。綺麗な方って言われることほぼないです。どこを見て思ったんでしょうね。ねえ、まあでもそうじゃ言ってくれて、ね、ああすみません、ありがとうございますって僕は言ってきましたけど。本人に言うて、本人に言うてください。ちょっとね、トイレ行ってた時だってあれ、まあまあ、言っていただけるのありがたいんですけど、直接聞いた方がより、これ本人が言われたらどういう感じのリアクションだったかな。気持ち悪い顔すると思う。うわ、すごいみたいな。ちょっと気持ち悪い反応するかと思います。どうなんでしょうかね。まあでも、なんかそんな別にブスじゃないと思いますよ。その言い方、ブスじゃないと思いますよって。まあ、見られない顔ではないと思います。ちゃんと目も2つついてて、鼻もあるし、口もあるんでね。意外とちゃんとしてる顔面やと思うんですけど、最初そう思いましたよ。今ちょっと見慣れすぎてあれなんですけど、まあまあね、最初出会った時ぐらいとか、ああ、なんか綺麗な顔してる子なんやなって、そういう印象は もちろんあったんですけど、あったんですけどね。もうしゃべった合うというタイプなんでね。しゃべったあかんな。しゃべったあかん。もうなんなんやろこの、まあこの楽さがええのか。いや、楽さが悪いんでしょ。もう喋った時点で、あーってなりますんでしょ。でもライブで一回ちょっとやってみたらいいんじゃない、その、最初すごくおしとやかな感じで、もう一言も喋れへん。それ、大丈夫。大丈夫、喋らへん。喋らへんで。で、喋る。ほんで、めっちゃ綺麗にやんねん。もう歌も振りとかも綺麗にやって、めっちゃもうちょっと綺麗な感じの、綺麗な感じ女性のイメージで、ほう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 、最初前半やって、で後半から崩れるっていう、崩れる、どっかで崩すねん、急に。面白いんちゃう、ほなほな言うて、急に。で、中間の MC だったら、あんま、言うて、ほな言うて、次の曲、行きましょうか、行きましょうか、言うて、全然ちゃう人になってきたって、全然ちゃう感じに、それ最初ちょっとおしとやかにして、ちょっとそういう人に見せかけるのもありちゃう。もう最初はね、皆さん、足を、運んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと気持ち悪い、気持ち悪い。ありがとうございます。最初に歌う曲目みたいなのでやるんですか。孤独なメモリーです。絶対おかしなことしてるって誰が見ても思うから、違和感しかないよ。で、後半の、後半に移る前の MC で急に変わんねん。か、もう後半の曲で変えねん、曲で。あー、曲で。いるわーお前らやってっか、お前らやってっか、いるわー急に来るなやりやすみたいな、じゃじゃん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 言うて、面白いかもしれないね。もう服も脱ぐみたいな、山本リンダ方式というか。山本リンダさんそうですからね、最初は止まっちゃうなってめっちゃブリブリで打ってたんですけども、あれを変えたんですよ。うららー言うてるんだよね。うららー、オラオラの子ね。はい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 、あれでヒットしたんですよ、山本リンダさん。なるほどね。元からあんなじゃなかったですから。そうなんだ、私もうそのイメージがすごいありました。うららー、もうほぼそのイメージですけど、デビュー当時はもうブリブリで、もうアイドルみたいな感じでやってたんです。私もそれでいきます。面白いと思うけどな、後半急になんかそのロックの曲で変わるとかね。もう急にガニ股なって、うん、そう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 、ウェー言うて、もうなんだよ、酒飲んで火吹くとか。ちょっといい
や、それはやりたくない。それはやりたくない。やけどすんの嫌やもん。あれ危険なんですよ、ほんまに。前髪して棒燃えたらどないするんですか、ほんの。いや、それありかなと思ってな。おしとやかな。表現するっていう。おしとやかな私まあ言ってもその知らない人が多いですからまだね。まあまあまあね。だからそれまだできると思うんですよ。いやでもキャラの定まってない頭のおかしいやつや思われたらどないするんですか。完璧にやらなあかんです。完璧にこのブリコやらんと、女優ならなあかん感じですね。女優に、うん、もうそやったらもうちょっと一生懸命田中みな実研究しますわ。田中みな実あざとかわいいいうやつでしょ。そうそうそう、あざとかわいいいうでで、なんかロックの曲でバンって変わるうるわーって服でタンクトップになってお前やろー盛り上がってるかーって怖い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 。でもね、そういうパフォーマンスがあってもいいっちゃうと思います、ね、まあこれ動画見てくれてる方はもう分かっちゃってるんでどうしようもないですけど。いやもうね、私の本性が本性は性格分かってはると思うんで、まあ、なんかそういうアウェーっていうかね、ちょっと人の集まるライブでなんかそういうことやってみたいな。面白そうですね、それね。二重人格バンドやってどないします、うん、二重人格バンド昔その大阪城の白店ストリートで あのバンドやってるじゃないですか、はいはいはい、あれでそういうやつおったんですよ。そうなんや。男性ですけど、あの暗い曲でなんかすごく家族に対する不満とかを歌いますみたいな感じで、すっごくバラードっていうか、なんか暗いスローな曲なんですけども、こうやって歌って、あの、うん、なんか何々が辛いとか、こうでこうでとかいう、あ、すごいそういう暗い系の曲を歌ったかな、うん、まあ言ったらさだまさしみたいな感じの、あ、なるほどね、歌い方をするんですけども、で急に止まって、あのシンバルパワーして、でズタ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 急に始まって、ほんでしまうのこらしまうのこらおかんの悪口をそうやって言うっていう、あがめちゃおもろすぎやろ、めちゃおもろかったよね。しなべなわって急に変わって、いや私もやります、急に。だから尾崎豊系のこういうなんか世の中の不満とか歌ってんのかと思いつつ、急に途中からヘビメタになっておかんになんかめっちゃボケようってしなべなわって、ね、あがもう爆笑やないですかその瞬間。それめっちゃおもろかったうわ、しばくぞこら言うてみたいわパロディーやけどね、そこまでいったら。まあ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 、確かにね、あの色物バンドになっちゃうのでね、うん、やっちゃうとね。まあでもちょっとその要素取り入れつつね、あのおもろいやつやんって思われたらね、こっちのもんなんでね、うん、言うたらね。この人でも目元はすごく形は綺麗と思うんですよね、普通に、うん、でもここ取ったら、あのね、昔から言われたら、あんた目だけ見たらそれなりの美人に見えるけど、これ目からして見たらまあなるわみたいな、ちょっとその意味が分からへんわとか思いながらねこれ母親にいつも言われてるんで、目からしたら残念や言うて、それなりに見えると思うんですけどね、それなりにしとったらね。でも一応ね、私ね、うん、あのまあ、べっぴんや可愛いは言われたことはほぼありませんけれども、男前やにはよう言われますよ自慢じゃないけど男前や言うて、もっとじゃあ髪の毛短くして、短くして短くして、あれまだあの宝塚ヘアね、まあ、そのうちやりましょう。ああまあまあまあね、まあね、そういう動画撮ろうと思ってるんですよ実は。でもね、私ね、この髪の結構今明るいんですけど、この髪の色して、うん、でこの間あのナンバーの方にあの、うんうん、大盛りで有名なお店行って、はい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 、でめちゃくちゃ人気なんで2時間半待ったんですよ、はいはい、列並んで、でその待ってる間にまあ大阪のおっちゃんがねバーってこう何人か通りすがったんですけど、さすが大阪、話しかけられたんですよ、そのうちの一人に、うんうん、お姉ちゃん言うて、並んどんか言われて、うん、並んでます、姉ちゃんあれや、宝塚の人やろ言うてあ、住んでるとこバレるみたいなえぇ、私のこと知ってるんすかって、ちゃそんなあの過激の方や過激の方言うて、姉ちゃんそれやろ言うて、いやいや私が慣れたら他の人みんな慣れますよ、もう太いし言うて、いやまあなんかでもそれっぽい似てる人おるやろいっぱい言うて、知らん知らんみたいな、知らん知らんみたいなめっちゃ絡まれましたもん。ちょうど今でも髪型そんな感じだもんな。そうです、結構ここでパリッとし、うん、短くしてるから、短くして明るくして、メッシュ入れてんの、メッシュ入れてるんで、うん、まあ、それもあるんで結構明るめの色してるんで、なんか宝塚の人っぽいですね。メッシュ入れたらちょっと宝塚っぽくなるよね。基本的に髪の色明るいんで、うん、ああいう
った人らって、うん、だから明るくしてこの髪型にするとあの見てくれんうんぬんじゃない、髪型だけが宝塚っぽいですねって言われることが多いんですよ私で、まあ、背丈もあるんでそれっぽく見える方が多いんですけど、まあ、あの宝塚に住んでる人なので私は、うん、そこの過激団です。住んではおるけど過激団では住んではいるんですけど過激には所属しておりませんみたいな感じなんですよね、うん、まあそういうので、まあ、やっぱりこうどうしてもこう男前キャラみたいな感じがね、うん、あの定着してるので、まあ、自分でもそれが一番ぴったりや思って、あでもたまにそう女らしいなんかギャグでやってみるのありやな最初3曲ぐらいこうブリブリでやってブリブリっていうか女らしくおしとやかにやっておしとやかにね、で後半なんかやるっていう、ね、そういう曲にしてもいいかもね。ああなるほどね、うん、その今のさっきの芝生所じゃないですけど芝生所あれをヒントにはいはいはい、そういう曲作ってなんかパロディになってますけど多分ありちゃうかな、もうお客さんが笑ってくれたらええやん。いや笑かすのに必死になってる人間なんでこの二人は、そうそうそう、どうやったら笑かしてくれたらええやん、笑ってくれんやろかみたいな、ね、まあ、でも YouTube だいぶ控えめにやってるぐらいなんで、いやほんまそうですよねいろいろコンプライアンスっていうものがありますんでね。そう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 、でやっぱりその、ね、関西人だけじゃなくて YouTube でその全国の人が見てるんで、うん、まあまあそうですよね、なるべくあのね、あのお口は慎むようにはしてる、悪乗りだけはしないようにはねしてる。関西だけやったら結構ねもうねボロカスボロクソ言うてるんで、ね、まあ、口はもともとねそんな育ちが良くないですから、はい、私もね、はい、口が悪いね、でも宝塚生まれ宝塚育ちがそこまで育ち悪いことないでしょ。でもね宝塚でもちょっとねあの治安があまりよろしくないところ出身なのであの結構口は悪いです。僕が育ったところはね阿倍野区の共立同一ってね、はいはいはい、松虫っていうところ近いんですけど、はいはいはい、あのまあ言うたら戦前からある下町、未だにある戦前の家が立ち並んでる、もうすごい未だにあるね、はいはいはい、古い町なんで、はいはいはい、でそこでずっとやってたんで、まあ、隣のおっさんが酔っ払って包丁を持ってあの家に殴り込みかかってきたりとか、結構おじいちゃんが悪やったんで、 おじいちゃんの付き合いがもうみんな悪いから、もうそう本当に包丁持っておっさんが怖すぎやろそれ、みんなで押さえてとかいうのをあの幼いながらに見てましたよ。もう私そんなまだ経験したことない、うん、でそういうんであのおじいちゃんが新世界でよく飲んでたんですよ、あーはーはー、おじいちゃんがね、はーはーはー、でもなんか何者かからビール瓶で頭どつかれて、何者かって何それまあその恨みを買ってる人なんでしょうね多分ね、怖っ、でなんか血まみれになって家帰ってきたりとか、映画の世界じゃないですか、映画の世界です、あのぐらいみたいな、ね、今はまあありえへんですけど、いやいやおかしいでしょ、でもあの当時はねそういう感じの、ね、もう昭和のねもうじいさんやったんですよ。まあ早死にましたけどね、もう酒飲みすぎて、まあ、じいさんが一番悪かったんで、それぐらい僕はね育ちが悪い方なんですよ。いやそれを見て育っちゃってるから、で一時期小学校ぐらいの時は真面目に低学年ぐらいもやってたんですけど真面目にね、真面目にやってたんですよ、真面目にね、ね、まあそれがまたその中学とか高校ぐらいになりまして変な人間と付き合うようになりまして、まあね、あの悪友とつるんで、悪友とつるようになってね、お口は悪い方なんでね、まあ私は酔うと口が非常に悪くなるのでね、うん、はい、でもおしとやかにするのありやと思うで、いやちょっと頑張ってみましょうかね、うん、もうねお褒めいただいたので、そういう曲にした方がおもろいかな、なんか5分で済むやん、うん、5分で済むやんの言い方よ5分で済むやん、え、みんなに苦痛の時間を与えるっていう意味の5分で済むやんですかそれは5分の中、まあ、その2分半ぐらいはそのちょっとおとなしめのバラードにしといて、まあ、でも逆を言えば拷問でしょ、なんかもう気持ち悪い姿を見せつけられてるわけなんでね、うん、横でね、まあまあ、普段見てない、耐えられへんって思いながら普段見てない感じのねおもろいかな、5分ですね、心の声出すぎでしょまあちょっとね話がいっぱい飛びましたけど、はい、まあまあこの人はねなんかすごいなんかめちゃくちゃ綺麗な人ですねって言われたんで、まあ一応動画にしたろと思ってまあそれをヒントに、褒められるとダメなんでこの人、ダメなんですよ、もうね、うん、ぜひともけなしてくださいM かぜひとも、ド M か、もうけなされた方がもう私ねもうすごく対応しやすいですし、もうね褒められることほぼありませんのでね、言ったらね、はい、まあ、でもけなしすぎてもな本気どころぐらいね、あ
普通にパッて言うタイプだね。ああ、うん、ね、はい、カッて言うからな、はい。あ、ということで、まあまあまあ珍しくランがですね、めちゃくちゃ綺麗な人ですねって言われましたという動画です。動画ですって何やそれ。はい、はい、ということで皆様、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。人も試していただければと思います。では行きましょうか。孤独なメモリーズです。Thank you.